ち着いてください。まだ風船はたくさんありますから、順番に順番に並んでください。ようやく落ち着きました。実は今度サーカスのオープニングでライブをさせてもらうことになったんです。今日はみんなで練習の見学に来ています。私はピエロの方が外で宣伝の風船を配りに行くと言っていたので手伝おうと思ってついてきたのですが、風船をもらいに来た子供たちの勢いに圧倒されてしまいました。まさかここまで人気がすごいとは。これだけ人気のサーカス、オープニングを任された私たちの責任は重大なのかもしれませんね。しかしピエロの方はあれだけたくさんの人に囲まれていたのにテキパキと配っていました。しかも笑顔を全く絶やすことなく、どんな時でも落ち着いて笑顔を絶やさないこと、私たちも見習わなければいけませんね。